エディソン・ミランダは、コロンビアのプロボクサー、ブエナ・ベントラ出身。2001年3月16日、コロンビアでプロデビューし、初回 TKO 勝ち。2005年6月16日、23戦目で、WBO ラテンアメリカ IBF ラテンアメリカナボ、北米ミドル級王座決定戦で、ホセ・バレラと対戦し、12回判定勝ちで王座を獲得した。 同王座は一度の防衛に成功した。2006年3月24日、IBF 世界ミドル級王座挑戦者決定戦で、ハワード・イーストマンと対戦し、7回 TKO 勝ちで、世界王座挑戦権を獲得した。2006年9月23日、27戦目で、IBF 世界ミドル級王者アルツール・アブラハムに挑戦し、アブラハムの顎の骨を折ったが12回判定負けで、 大座獲得ならず、無敗同士の対戦であったが、キャリア初黒帽子となった。2007年5月19日、WBC 世界ミドル級大座挑戦者、決定戦で、ケリーパブリックと対戦し、7回 TKO 負け。2008年6月21日、王者アルツール・アブラハムとノンタイトルマッチで再戦し、4回 TKO 負けを喫した。2009年5月16日、 ナボナブフ、北米スーパーミドル級王者アンドレウ・ウォードに挑戦し、12回判定負けで大座獲得ならず。2010年4月17日、IBF 世界スーパーミドル級王者ルシアン・グーテに挑戦し、3回 TK を負けで大座獲得ならず。2015年1月29日、国際的な麻薬と資金洗浄組織の一員であるとして指名手配される。 ありがとうございます。